ジャンド・リュクサンブールジャンド・リュクサンブールは、フランス出身のローマ・カトリック教会行為聖職者。ストラスブール司教、マインツ大司教、神聖ローマ帝国領ベッテラウの大官。ドイツ語名は、ヨハン・フォン・ディニー。ディニー領主ジャン一世と、その最初の妻アリックス・ド・ダンピエールの間の、息子として生まれた。幼い頃から聖職者の道に入り、1355年に、 トリーヤ大聖堂参事会除祭に任命された。マインツの年代域において、ジャンは取るに足りない人物で、大主教としての統治手腕も粗末なものだったと評価されている。ジャンの登用はむしろ、実家リニー家の本家筋にあたる、リンブルク・ルクセンブルク家の神聖ローマ皇帝カール4世による、家権拡大政策の一環であった。カール4世は1365年に、ジャンを、 ストラスブール司教に除解させた。さらにカール4世は対立関係にあったトリーア大司教空のフォン・ファルケンシュタインから大司教の地を奪い、ジャンに与えようとまでした。皇帝はジャンをケルン大司教にしようとも狙ったが、不守備に終わった。カール4世は1371年、ジャンをマインツ大司教につけることに成功した。同時に、 皇帝はジャンにベッテラウの大官職をも与えた。ジャンは自身の統治する大司教官区や大官僚及び中林原地方の諸勢力と皇帝との間の朝廷者の役割を務めた。しかしジャンは大司教就任から2年も経たないうちに没した。まだ30歳前後だった、ジャンの突然死はマインツ大司教の座を狙うとシュパイアー司教アドルフ・フォン・ナッサウイトシュタインが仕組んだ。 毒殺ではないかという風文が立った。ジャンの棺は、エーバーバッハ修道院の付属協会内人の側労に埋葬された。ジャンの痛みには、彩服と死教官を身につけた、ジャンの姿が描かれていた。この痛みは1830年代に取り壊された。ありがとうございます。